はい、皆さんこんにちは。テクニカルアナリストの森口でございます。株がもっと好きになるラジオ &YouTube、今日もよろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、12月29日午前10時前後ぐらいなんですけども、年始までにやりたい5つのことということでお話をしていきたいというふうに思っております。で今日はですね、 YouTube ご覧の方わかると思うんですが、こんな感じでね、初めてこうもう家をスタジオ化しまして、黒巻スタイルでお届けしていく感じになっております。ちょっと試しの感じになっているので、まあ今後のいろいろこんなね、こういう風にやっていくんだよっていうのをね、感じながら見ていただければ嬉しいかなというふうに思っております。で今日はですね、年始までにやりたい5つのことということで、まあ個人的な感じではあるんですが、皆さんにもねきっと参考になるんじゃないかなというところで、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなというふうに思っております。でまず一つ目なんですけども、2020年をね振り返りしておきましょう。これね、位置合ってるかどうかわかんないけど、多分この辺だろうなと思ってこう指差してやってます。で2020年を振り返ってね、まあ本当に今年は激動の年でしたね。で投資だけではなくてね、マーケットももちろんそうなんですけども、まあ投資だけではなくてやっぱ働き方とか、あとは自分の株式投資の位置づけっていうのをすごく考える1年になったなというふうに僕は個人的にはすごく思うんですよね。っていうのは、まあ仕事を僕は4月に辞めたんですけど、で独立してフリーで働くことになって、個人事業主として、まあ投資があって、講演があって、で今まあ YouTube があって、あとブログとか。もやっていて、でそうすると、まあ、投資だけで食っていかなくてもいいわけですよ。で将来的にはやっぱり投資って生きる目的には多分ならないと思うんですよね。もちろんもう僕は大好きだから生きる目的の一つにはもちろんなってるんだけども、投資が生きる目的ではなくて、幸せに生きる、豊かになるっていうのが、まあ、本来生きる目的であって、そのための、まあ、一つこう、豊かにするための一つの手段が投資だと思うので、まあ、そういう位置づけっていうのをね、しっかりと位置づけしてですね、投資に振り回されないようにしなきゃいけないなと。で、それっていうのはどういうことかっていうと、2020年に個人事業主になって、まあ、要はほぼ専業投資家になったわけですけども、専業投資家になった時にね、すっごいね、うまくいかなかったんですよ。すごいね、投資も、やっぱ、なんだろうな、なんか、いつも通りリラックスしてやってればいいものを、生活がかかってるみたいに勘違いしてしまって、まあ別にこれがなくても生活自体は全然できるのに、なんかこれに生活かけるんだみたいな、なんか変に自分にプレッシャーをかけてしまうと全然投資がうまくいかない期間っていうのがあったんですね。っていうのをまあ振り返りながらですね、まあ来年もう少し気持ちを楽にして、しっかりやっていきたいなというふうに思った限りでございます。で、皆さんもですね、ぜひ今2020年のマーケットとともにですね、自分の株式投資の位置づけっていうのをぜひ考えてみていただきたいなと思います。まあ見てる方の中には、まあ株式投資でめちゃくちゃ儲けてる、これだけで買ってくるみたいな人もいるかもしれないし、まだ始めたばかりという方もいらっしゃるかもしれないんですね。で、まあ、専業投資家になるっていうのはめちゃくちゃ厳しい世界に入り込むっていうことであることは間違いないです。ただ、まあ、兼業であるとか趣味レベルでやっても全然いいとは思うんですけども、かといってそれで例えば10万円で1000万円にしたいっていうのはハードルめちゃくちゃ高いですけども、100万円で2万円プラスにしたいとか 2% プラスにしたいとか 5% プラスにしたいぐらいだったら、全然こうゆっくりね、もう本当に確実なところだけ待って待って狙ってっていうのは全然ありだと思いますし、でも5万円の金融商品、5万円の利益が出る金融商品ってほとんどないわけですから、まあ、そういう感じでこう位置づけを考えながらやっていく。でもちろんもう少しアクティブにやっていきたい、 20% 狙いたいっていう方はやっぱり真剣に腰を据えて、ある程度の自分の時間を使って勉強してトレーニングしてやっていかなきゃいけないってことだと思うので、まあそれをですね、2021年の目標、年間目標に置いていただくといいと思います。で2021年の年間目標なんですけども、これも僕がもう今年で、来年で投資始めて10年目に入るわけなんですけども、10年間やってきて思うのはですね、まあ、年間目標で一番つまずきやすいのがですね、月いくら稼ぎたいとか月いくら増やしたいっていうのを、まあ、株式投資の目標にしてしまうとかなり挫折しやすいと思います。なので、まあ、大きくね、1年間経ったら、まあ、これぐらい増えていたらいいな、それに向けて頑張っていこうっていうことをまず設定してください。っていうのはどういうことかっていうと、月間で例えばじゃあ10万円にしましょうか、月10万円ずつ増やしたいというふうにしたら、まあ、ある程度もちろん元本が必要だっていうのはあるんですけども、それ以外にですね、まあ、10万円稼げるような月もあれば非常に稼ぎづらい月もあるわけですね。で、例えば10万円今月は稼げました。で、来月入ってまた稼げました。で、再来月行って、あ、これはできるなというふうに思いましたが、例えば、まあ、30日のうちの20日過ぎた時点でまだ2万円しか行ってないと、プラス2万円だと、残り8万円あるんだっていうふうになってしまうと、まあ、その短期だけ切り取ってしまうと、10日間で8万円稼がなきゃいけないっていうハードルがめちゃくちゃ上がってるわけですよね。で、そこで無理してしまうと、やっぱりすごくそれが損に終わってしまうことだっていうのもあるわけなんですね。で、当然株にも季節性っていうのもありますから、稼ぎづらい
弱い月っていうのも当然あるわけなんです。なので、そういったところを踏まえて、まあ、プラスにも触れる時もあるし、マイナスにも触れる時があるので、まあ、それは考慮した上で、ある程度慣らした時に、大体年間で、例えば、まあ、プラス50万とか100万とか200万とかね、まあ、そういった目標を立てていただくといいと思います。で、それが、もし達成できなくても、別に自分の首を取られるわけでもないじゃないですか。ね、別になんか罰ゲームが待ってるわけでもないじゃないですか。だからそれに対しては気軽に、で、かつ、まあ、心がけたいのは、一個一個の取引をフラットに考えていくってことがすごく重要かなというふうに思います。で、それも踏まえて、まあ、真ん中ですね、これ、10年後長期目標っていうのは常に考えておいた方がいいかなというふうに思います。もちろんこれは修正ありきですよ。修正して全然いいんですよ。決めたら絶対やんなきゃいけないとかね、そういうのないです。先ほどと一緒で、別にこれが達成できなかったら罰ゲームがあるとかっていうことではないんだけども、だけども、自分で宣言して、自分の心の中でちゃんと決めて、そこに向かって目標を立てて、目標のために行動していくってことがすごく重要だと思いますので、まあ、全然、もう変更ありき OK。でも書き出して、口に出して、言ってしまってっていうのがすごくいいと思います。で、10年以内には僕もね、1億円とか2億円とか行きたいなというふうに思いますし、あとは個人的な夢としては、2024年までに飲食店経営をしたいっていうのがあるんですけど、まあ飲食店経営もですね、別に店舗構えなくても今多分ネットとかで、例えば、まあいろんな販売方法があったりとか、いろんなやり方があると思うので、ちょっと新しいね、飲食店経営の方法なんかを考えながら、まあそれは株とはまた違う目的なんですけど、長期目標として考えていくのはすごくいいんじゃないかなと思います。で、4つ目、5つ目はかなり短期的な目標なんですけども、これは株も関係するようでしてないような感じの、まあ、YouTube ですね。やっぱ YouTube の継続をしていきたいと。で、年末も年始もずっとこう動画自体を上げ続けていきたいなと思います。で、年末年始やっぱ相場が動いていない時間帯っていうのはおそらく、まあ本の紹介だったりとか、あとはね、この YouTube もそうなんですけど、まあ僕のメインチャンネルの方ですね。メインチャンネルの方の YouTube の、まあ解説動画っていうのをちゃんと作っておきたいなと思います。まあ初めて見る方がこれを見るときに、こういうところに注目をしてみていただいたら分かりやすいですよって。もうこのチャンネルを初めて見る方用の動画っていうのをちょっと一本ちゃんと撮っとかなきゃいけないなとずっと思っていたんですけども、毎日マーケットが動いていくんで、そういう動画ってなかなか作る暇がなかったので、まあそれをちょっと正月年始までには一本作ってあげていきたいなというふうに思っておりますので、そちらもぜひ見てみていただきたいなと思います。で、5番目こちらですね。この辺かな出てるかな。はい、子供向けの動画を作成していきたいなというふうに思っていて、で、これはですね、まあもう企画自体も実際動いていて、企画って言ってもまあ自分一人とあと妻と一緒にちょっと笑いながらね、いろいろ考えてるだけなんですけど、まあ子供に向けて、まあ自分の1歳の娘がだいたい小学生ぐらいになったら、あ、パパってなんかこう投資家っていうのは多分知らなくて、なんか家にずっといて、なんであの人会社にも行かずに、仕事してんのかなみたいな、心配になるのかなみたいな、とか、なんで四季報とか読んでんのかな、あの四季報っていう本は一体何なんだろうみたいなね、まあそういう疑問がたくさん浮かんでくるのかなというふうに思いまして、まあ、新しい試みとして、これはですね、子供向けの動画を作成してみたいなと思っています。まあ、こういうのも全然ね、まだ、修正ありきで、どうなっていくのかわかんないんですけども、それは来年までにちょっと動かしたいことかなというふうに思いまして、で、年始までにちょっと始めたい。もう年始の状態ではチャンネル自体が作成されていて、まあ、定期的に配信がされていくようなモデルをですね、ちょっともう構築していきたいなと。で、実はもう試作品を作成していたりとかっていうのもあるので、まあ、それはぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思っております。はい、ということで、ね、今日はね、かなり個人的に年始、お正月明けぐらいまでにやりたい5つのことということでお話をしました。ちょっと振り返りをしておきますと、2020年を振り返っておきましょうねと。2020年の振り返りっていうのはもちろんマーケットの振り返りもそうですが、自分の中の株式投資の位置づけのね、確認っていうのをしてあげるといいと思います。まあ、人生の中において、まあ、株式投資がメインになるのか、まあ、サブになるのか、サブとしてもどれぐらいの位置づけになるのか、全然株なくても生きていけますからね。で、プラスアルファの株っていうのが多分一番いい位置づけだと思いますし、私もそんな感じではありますので、ぜひそんな風に振り返りをしていただくといいと思います。で、その上で、まあ、来年1年間の年間目標ですね。まあ、良くないのは、あんまりお勧めしないのは、月間いくらずつ稼ぎますとかね。まあ、デイトレーダーとかだったらそういうのでも全然いいと思うんですけども、まあ、デイトレじゃなくてもですね、やっぱり月によって大きくブレますからね。なので、まあ、プラスもあり、マイナスもあり、その中でどれぐらい増やしたいっていう目標を立ててみるのはどうでしょうかということでございました。で、そこから、さらに長期目標に落としましょうということでしたね。長期目標、10年後の長期目標、まあ、人生の目標とかもいいと思いますし、まあ、10年後どれぐらい増やしておきたい、まあ、夢は大きく、10年後はね、夢は大きくした方がいいと思いますと。で、あとはまあ個人的にまあやりたいことね、仕事の中でやりたいこととか、本当にやりたいことをいくつか考えておくと、まあ、すごくいいんじゃないかなというところで、僕は YouTube の継続をしていくっていうことと、あと子供向けの動画を作成していくっていうことですね。こんなところをぜひ注目していただけると嬉しいかなというふうに思っております。はい、ということで、まあかなり個人的な内容にはなりましたが、少しでも皆さん参考になるようなところがあれば、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。あとはまあこういう黒幕
き、タイプで、まあ、ちょっとシワとかもあるんで、またこれからいろいろ改善していきますけども、なんかいいなと思いましたらグッドボタンとか、あとは、まあ、引き続き動画は、アップしていきます。音声もアップしていきますので、また聞いていただけるという方はですね、チャンネル登録とか、スタンド FM の聞いている方はフォローの方とか、ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、また明日もですね、こんな感じで配信をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さようなら。